人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。私、2020年2月のブログで JAL と住友商事、エアーモビリティでベルと締結という話をさせていただきました。下にブログのリンク先を貼っておくのでご覧になってください。これはテキサスのベルが開発する 電動垂直離陸機エレクトリック・バーティカル・テイク・オフ・アン・ランニング EVTOL これはですねドローンと電気自動車の技術を融合した次世代の都市交通の輸送手段となるわけですけどもその開発を共同して行うということを発表したんですねそれから時がたって12月7日に JAL は住友商事とこのベルテクストロンインクとともに、ダラス経済圏のフォートワース市において、11月19日にベルが開発したドローン、APT7070 を用いた災害時を想定した飛行実証実験を行ったと発表しました。今日ののサムネイルにこ APT-7070 の写真とあとオペレーションの様子をつけているのでご覧になってくださいこの APT70 最大時速 160km ということで巡航速度は 112km だそうです、えーまあ、飛行距離は35マイルと言いますから、まあ、56km 飛ぶわけですねそして 100パウンド、まあ45キログラムのものを運ぶことがまあできるそうです。日本は地形、地質、気象などの特性によって災害に対し脆弱で、まあ極めて厳しい自然条件にある災害大国です。その中でこのまあ防災あるいは災害を減らす減災 対策の一つとして空を活用した新しい災害対応モデルの構築を目指して短時間でも組み立てが可能なドローンを用いた方法を検討しています今回の実証内容は日本国内での実証実験に向けた運用性の確認ですね例えば組み立てであるとか 分解あるいは運搬そういったものをシミュレーションして、えーまあ、日本で医療あるいは支援物資の輸送を想定した飛行性能の調査を行ったということですね JAL はこの実証実験を通して得たドローンの運用ノウハウとあとこの調査データを有効活用して 山間部であるとか、あるいは離島も含めたドローンによるこの物資輸送であるとか、災害時の緊急対応など、さまざまな用途でのドローンの活用を実現するために、地方自治体と連携しながら、日本での,この飛行実証実験を目指していくと言っていました。は空の まあ、プロフェッショナルとしてですね安全安心な総合エアモビリティオペレーションを通じて豊かでサステナブルな社会の創造を目指すと言っていますこれまでの空の移動に関わる運行のノウハウこれを生かしてですね地域のニーズに 寄り添った次世代の輸送、移動、インフラを提供して、災害対応や医療などの分野でも、地域課題を解決しながら、JAL のこのドローン事業の実現に向けた取り組みを推進していくということを言っております。こういった技術、テキサス、結構ですね。 あの、まあ、軍事目的で、まあ、いろいろこういう開発が行われているんですけども。えー、まあ、ジャルや住友商事が、まあ、こうした、まあ、テキサスの、まあ、ベル社と、組んでですね。まあ、日本の。役に立つということは、えー、テキサスにいる私としても嬉しい限りです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。